か楽しいこととかないの？どこか連れてくとことかないの？いつも同じコースの二人、勝負の人に恥ずかしい。無理してよ、たまにはカーブ投げて、街中で一番不幸に見えちゃうよ。結構ブルー入るね、これじゃまったく昨日だよ。結構ブルーもうすぐ空もぼちぼちブルーだね。もう言うこととかでかくて実現したことないんじゃん。旅行行く？バイトする？でも毎日ブラブラしてんじゃん。全然いいけど絶対すぐ終わるはず。なんかそれってヤバくないとか、私それってダメ系だとか言ってくれるね。人ごとみたい、私魚にお茶して、友達にさんざん言われた日は、電話の一言もいちいち。こんばんは、村田和美です。今日は私は札幌には何度も来たことがあるんですけれども、アイドルパーティー96に出演させていただいたのは今回が初めてということで、もういつにもにもない緊張感がすごい舞台裏であって、でもう皆さんお客さんとかが始まる前からすごい盛り上がってて、あ、大丈夫かな大丈夫かなってずっと思ってたんですけど、もうファンの皆さんがねすごい応援してくれて、で私にもこうそのパワーが伝わってきて、もうそうですね、中くらいくらいからは緊張せずにできたんですけれども、出演者の皆さんとも皆さんすごい明るくて面白い方で、すぐに仲良くなれて、楽屋とかでもねみんなで笑い声が絶えない感じだったんですけれども、今回は自分的にもすごい勉強になったし、またこのライブに出させていただけたらいいななんて思っています。これからも頑張りますので、応援してください。友達とか聞かれても報告するネタないんださ、いい加減こっちも困るわけ。メリハリぐらいつけてよね、ちょっと聞いてんの聞いてんの。